今回のキャンプはまたまたマイアミ浜オートキャンプ場。場所は種福明太パーク琵琶湖からすぐ近く。ここからね、車でザザーっとね、まあ5分ぐらいかな。そこがマイアミ浜オートキャンプ場。 A サイト、 B サイト、 C サイトとね、めちゃでかい。内容をね、詳しく知りたい方は右上クリックしてね。それでは始めましょう。まあ、金福明太パークね、琵琶湖から、まあ、車でざっと 4、5分ってとこなんやけどね。ここがマイアミ浜オートキャンプ場。前に見えてきた建物が管理棟。ここでね、受付してもらうんですよ。そしてですね、今回は C の4にまた泊まりましたけども、 B サイト、 C サイトの360度の映像をね、上にリンク入ってますんで、こちらも見てくださいね。まあ、積んできたのはこんな感じでね。で、これをまあラジコンも遊ぼうかな、これ持ってきて、まあ、一応置いておきますわ。よいしょ。これが滝ね。よいしょ。でここに据えるんで、とまあ養生してみましょうか。濡れるからね、どうしてもね。よいしょ。前はコードが引っかかったから、今日は引っかからんように。まあまあ、そんな重たい腕も知れてる。よっ、よいしょ。もうこれでね、セッティング終わりやからね。あとはもうエンジンかけて、これをね、窓に取り付けて、ダクト出したらもうエアコンできるんでね。よっしゃ。そうやったらあんまり力が入らない。まあ一人やから力入らん言うとるけども、一人で来たんやからしゃあないやんか。でね、今広げてんのはこれはね、確かなんかの景品でね当たった分なんやけども、これはほんまにもうめっちゃありがたい。あっという間にね寝転がることもできるんでね、これさえあればね、ほんま最高ですよ。寝とったら何もできへんの。もうすぐ10月やで。まあ一人は言うてもね、ちゃんとね、先にマットを2箇所引いて焚き火するのもやっぱり楽しみやからね。この焚き火台もなかなかいいんやで。これが一生使えるね、そんな感じの焚き火台。これは丸材さんで買うた。今設置してるのはロケットストーブ。一家に一台、災害時に役立つよ。まあ無事に設営できたから泳ぎに行こうか。まあなかなかね、一人なんで撮影も難しい。これはインスタ360で撮影して、編集でちょっとねアップしたりしておりますよ。足元の石がね、なんかちょっとぬるっとしててね、滑りそうで怖かった。水質はね、まあ去年よりか今年の方がちょっと悪なってるかなってね。まあ雨のせいもあるかもしれんけどね、そんな感じがしましたよ。
失礼しました。以前の動画にでもね言いましたけども、ここはねホースが短いんでね、延長のホースを持ってこんとこうやってねシャワーはできないんで要注意ですよ。湖水の上空からね、自分のサイトだけちょっとだけね空撮してみました。ここがねシーサイトということでね、これだけの数があるんですよ。でこれが私の車、こんなとこですよ。上から見ると分かりやすいよね。でもこれからね車も遊びたいんで、ドローンはこれぐらいで。何歳になってもやっぱりラジコンは楽しいよね。これねこんな格好になっとるけどね、アスファルトで直線やったらね時速40キロぐらい出るからね、めっちゃ速いよね。せっかくやから車に GoPro 乗せて映してみますね。いつまでも遊んどきたいけども、まあ夕食の準備しましょうかね。夕食のねまったり時間は肉とかね食べたいなと思うんやけども、とりあえず腹ごしらえでね火つけて焼き飯食べよっかな。まずは薪割り、まあ廃材やけどね、これがよう燃えるんよね。焚き火の着火はね最新鋭使おうと思うけども、まあとりあえず料理はねトーチランプでバーッと火つけたろかな。
西部劇らしくちゃうちゅう。クロッパー食べてみようか。あ、おいしい。どこ行くんや。どんどん探しに取ったんかや。あかん、なんかめまいする。目の前が真っ白。なんでこんなことができたんやろう。この技を使うとめっちゃ疲れるんですよね。
ありがとうございました。